はい、酒好きな新潟人のユッキーです。ですね、以前ですね、東京に住めなくなりましたと言いまし、動画上げましたけども、あれはですね、最初住めないなと思ってたんですが、緊急連絡先が見つかってですね、もう一度東京に行ったんです、あの後。それで、物件が見つかり、で、審査、保険会社の審査で、ね、今日、それがめでたく通ったので、東京都の千代田区の方の物件ですね。に、7月7日から、住むことになりましたので、ご報告とさせていただきます。ね、やっぱりね、住めることになりましたということで。うん。よかった、よかった。物件2つあって、1個目の審査は、1個目の物件はね、ちょっと審査通らなかったんですけど、もう1個の物件は、ね、審査通りました。うん。ということで、ね、皆さん、今後は、東京都の方に、ね、僕は、新潟からね、移動します。引っ越します。ということでした。それでは、お疲れ様です。